はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト6を続きやっていきたいと思います。前回ね、ゼニス倒して、あとデスピサロか、それでね、ピサロとロザリー、まあなんと仲間になって、でもこれに、なんだろう、人形かなんかみたいな話で、これダークナイトってここなんだね。だ絶対これ使うと思うんだよね。雷鳴の剣持ってるし、持ってるしじゃねえや、自分で装備させたんかこれ。そうだね、前回からねちょっと日付空いたんで、実はここなんだ。多分これどっかにドランいると思うんだけど、いないのかな。自分がただ生き忘れてるだけであってね、いないかな。だからどこで何起こってるか分かんないんで、なんだろう今のラグは。だからダークドレアムを倒したいんだけど、多分27ターンかかったんですよ。20ターン以内に倒したら、まあ各地エンディング普通見れるんだけど、きついんだよね。だから400ぐらい HP ないときついから、ピサロをレベル上げてどんぐらい上がるのかとかもあるし、ね、魔人の金槌装備させてメタルキング狩りやってれば結構上がるんで、70くらいまで上げちゃっていいかな。ドラン、いや、いるかわかんないけど、いや、今までの街全部回ってみるってのもありだよね。ただびっくりしたのが、ゼニス襲いかかってきたっていうかね、それはちょっとびっくりしたね。デスタムーアがそんなこと言ってたのかとか、なんか言ってたから、なんかあんのかなと思ってさ。デスタムーアのやつめ、そんなことを言ってたかって、何のこと言ってたのかわかんないけど、さあ、なんか模様済みになったお前たちを滅ぼすだの、なんだの言って。ね、それはびっくりだけど。これでドラン入んのかなと思ったら入んなかったんだよね、確かね、前回ね。だから、まあダークドライムは目的はあるんだけど、あと黒金ってのが強すぎて倒せない、まだ。ね、なんかでもいけそうなんで、アリーナが強いから。だからもうちょっと強くすれば、いけんのかな。MP が尽きたんで、途中で。だからクリフトの MP とかね。上げたりとか、あと HP がちょっと高ければいけんのかな。未来が入ってる。キルルン。ここにどうすることもできない。どうかゼニソーのお力なんて、だって裏切られたよ。とんでもねえな。あれ、そう、トレネコいないんだ。そうだ、盗賊の花覚えたんだ、あの人。シンシアも絶対なんか使えるもんね、これ。やっぱレベル上げるべきかな。シンシアだから、フバー派とかスクルトとかさ、両方使えるんだったらクリフトいらないんだけど、あとマジックバリアがブライ使えるんでしょ。クリア後だったら、なんかどっか変わってんのかな。ライフコットにピサロがいたからね、びっくりしたね。ちょっとレベル上げようか。デスピサロいたでしょ。あれ倒したらラストダンジョンいたら、なんかあんのかな。まあ嘆きの牢獄の周りがメタルキング出るんで、魔人の金槌持って殴ってれば勝手にレベル上がるからね。ピサロとか装備できるんだったら一番いいんだけど。できんね、ピサロ。あ、じゃあ魔人の金槌3つ装備して、
あ、はかどるわ。ここに売ってるからね。まあこれ持って、まあだって8分の3の確率で回収の刺激出るから、3人攻撃したらね、1匹倒せる計算なんですよね。よし、じゃあちょっと、まあセーブ1回しとくか、念のためにね。ただトルネコさん連れて行きたいよね。あと6枚ぐらい、物が落ちてるはずなんで。いやしかし倒せなくないんだけどね、ダークドラムも。ちょっとね、気抜いたらやられちゃうから、HP が足りないんだよ、こっち確実に。ミニアの HP 少ないね。フバーハ使っても、イテツカード使われたらね、もう終わりだしね。で、ここでレベル上げんだけど、とりあえずラストダンジョン、今回そのレベル上げだけの動画になっちゃうから、下手したら。だからね、まあ、戦いながら行けば、ピサロとかもレベル上がるでしょうから。ライアン、アリーナ。だから、ピサロ、強えな。なんだ416ってこれ。レベル40で。ここ本当はドランゴとかいればね。あ、ドランゴどうなのあれ。ピサロ連れて行ってもダメかな。ロザリーも何覚えか分かんないし、一番下まで行って、まあ、何があるかだけど、あ、ルカニ、これスクルト覚えたら最強なんだけど、スクルト、フバーハ、マジックバリア全部覚えたらもうロザリーだよね。シンシアもね、いくつだ今。あ、もう60まで行ってんだ。でも、賢者っていう職業が何を覚えるかだよね。マホトーン、ルカニ。ルカニ。ルカニとスカラはあるんだけど、ルカナンとスクルトがあれば、だいぶ違っただよね。あ、でもルカニとスカラあるのか。あ、一人にしか書けない。やっぱ、あ、ボミオ、スピオリム。いや、それもいいよね。いや、これも使えるんだよな。フバーハがミネア専用みたいな感じになってて、あと誰だっけ、あれ、あとマジックバリアがブライが持ってたおかげでゼニス倒せたとかね、そんな感じだから、ギガデインとか防げるんですよね、ブライだと。ただアタッカー入れないと早く倒せないから、ね、本来だったらマダンテとかあれば一発かましたんだけどね。まあそういうわけにもいかないから、やっぱ HP 高めの感じで攻略するしかないんかなっていうね。まあそんなことを考え、レベル上げてる時もいろいろやっぱどうやったらいいかなって考えてたんで、まあまずレベル足んないなって思ったから、もっと上げてもいいのかな。ピサロ取れ、うん、ホイミか。ピサロ9でホイミ覚えたの？勇者5でベホイミ覚えたよ。だからなんだっけ、まあ、ドラクエ4のまあリメイクだったらピサロ仲間入んだけど、あの人レベル60まで上げたらマダンテとか覚えんですよ。確か。だよね。だから、やっぱピサロ使うんだろうなっていうのは、なんとなくあるんだけど、どうなんだろうね。攻撃3でピサロがどこまで使えるかだね。これも強いんだよね。169まで出てるし。あ、ピサロ装備ってどっかで集められるのかな。ミラゾーマとか使ったりね。これも経験値になるからね。これで6000だな。
まあ回復がいないからピサロを、ね、クリフトに変えてペホマラ使えばいいんだけど、やっちまった。そうだ、ドラゴンじゃないっすよ。アリーナ強えな。61もなんか覚えたりする ?16 ってなんだ今の。シンシアな。シンシアもクリア後に出てきたからね。ちょっと一番奥まで行って、そこまで多分レベル上がるでしょうから、まあそういうこともちょっと今考えながらやってんのね。だその時に何か覚えてるかだよね。一番奥まで行った時に、はい、こんなん覚えましたっていう動画になるかな。ね。まずここで回復できますんで、まあここでレベル上げてもいいし、まあこの外の方がね、いいからね。はい。ということでちょっとカットさせていただきます。アリーナ強。まあ一番奥まで来たんだけど、まあ大してレベルは上がんなかったけどね。18、リトルプリンセス。でもスカラとルカに覚えてんだよね。だ2人入れればかなり使えんのかなと思うけどね。まあレベルはここまではすぐ上がるけどね。あれいけねえ。ええ、ちょっと待って待って。こんなんだったっけ。ちょっと待って。あー戻れないからか。え、なんかありそうだよなあれ。あの現象もよくわかんないけどね。なんもないのかな。じゃあちょっとレベル上げようか。なんかそうだよね。ここなんかなかったっけ。あ、ないか。まあ、トレネコさん連れて世界回ってもいいけどね。ロザリー。まあ、しょうがないか。ここでじゃあ。そうかね。これを装備するとさ。あ、でも当たんないもんね。まあ、これはセーブしないでやってたから、まあ、いっぱい溜まったんだけど、魔人の金槌、こう魔人の金槌でピサロ入れて、魔人の金槌でメタルキング狩ればいいかな。さあ、トレネコさんいね。そうだ。口笛使いのいないじゃん。どうすかな。誰外す？外さなくちゃいけないキャラ誰だ。熟練度も上がっからな。まあ長くなりそうなんで、ちょっと、まあ、カットさせていただいて、魔人の金槌か。戦闘中装備できるからね、あれね。いらないの誰よ。いる、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 いる。シンシア、ミネア、ミネアいるんだよな。マーニャ。アカデミー賞、シネマの星になったらもう最強かな。シネマの星になったら変えてもいいかもね、マーニャはね。とりあえず呪文あんま使わないからね、マーニャかな。マーニャとトルネコ入れ替えてもいいかな。ってなってくるよね。ってな、ああ、もう歩くのめんどくせえな。そう、どうだね。ってことは誰かを、まあ、最高まで上げたら変えていいかなっていう話になって、あ、出てきた。まあね、逃げたらちょっと腹立つんだけど。めんどくさいからさ、もうさっさと装備しちゃった方がいいんじゃないと思うけど。はいはいはい。あ、オッケーオッケー。結構出るし。
しびれがちょっと嫌だけどね。あ、案外これでもいいかもな。当たんなかったらちょっと嫌だけど。お、70になりましたね。ベホイミ、まあ回復系はどこまでもいいな。ベホマラ、ベホマラ使えるのがクリストだけなんですよね。アカデミー賞の次最高だよな、確かこれ。シネマの星、シネマの星ってあと何回戦えばいいんだろう。そこまでだったらもう上がんないんじゃないかな。どうなんだろう。とりあえず熟練度の最高がアカデミー賞の次いいだよな。じゃあトルネコに変えてもういいんかなとは思いますけど。メタルキングが案外彼逃げなかったらもう倒せっかなぐらいの勢いなんで、200回ぐらいやっぱ戦わなくちゃないかな。これめんどくさいよね、一回一回戻んの。だからあそこでレベル上げて、このさ、なんだろう、元の世界に戻ってさ、井戸に入るっていうのをね、普通の6だったら繰り返さなくちゃいけないから、あの魔術師の塔とかで自分はあれだね、熟練度を上げちゃうんだけどね。レベルなんか勝手に上がるから。そしてたら、お、59回、この桁よこれ。あと7回だって。192回。まあ転職できないからしょうがないか。よし、じゃあちょっと7回1回戦ってみようか。お、やっぱり紳士は賢者の聖人になった。マジックバリア、ブライラーズになった。これでバイキルト覚えてないんだよな。聖人だってバイキルトないよね。マジックバリアとルカニスカラはあるんだよね。あ、でも優秀かこれ。モシャスあるから、なんとかなんのか使ってから。でも、イテスカードを使われたらね、ダメだもんね。マネマネ。あ、マネマネ。マネマネって相手マネんだっけ、これ。あと185回か、192になって、7回戦ったんだけどさ。まあ、メタルキング出てこないからね。トルネコさん、もうちょっとか。ちょっと頑張ろう。口笛ないけどね。前に後回しでもいいけど。あ、ここルカに使えんじゃん。いや、ピサロありだな、普通にね。あのレベルね、アリーナが69ぐらいになった時に、まあ、70なんだけど、すげえ減少起きて、ほら、まあ、見ました、メタルキング一撃倒せるようになっちゃったんですよ。アリーナの攻撃が500超えたぐらいから、あれ 6ダメージって見えて、あれと思って、なんか簡単に倒せるようになってるなと思って、やばいんだ回心率も。なんかまあこれはすごいよね今のはすごかったね。アリーナ覚醒してきたな。ロザリーもだんだん上がってきてますしね。500超えて6ダメージ、514になって今25当たったじゃん、まあ、70になったばっかりなんだけど、やばくない？ってことは500以上なれば、ピサロもそうだよな。魔人の金槌だけど、ちょっと装備品とかちゃんとやれば強くなるよね。アリーナやべえ。ライアンいらなくなってくるな、そうなってくると。クリフト回復役でしょ、主人公はいるんかな。ベホマズン使いの主人公だけど、どうなんだろうな。ピサロ。ピサロ入れてマジックバリア使える。シンシア入れるのか。ピサロ、シンシア、アリーナ、クリフトなんかロザリーなんかでまただいぶ変わってくるね。だからアリーナがいることによりね、もう魔人の金槌いらない。メタル系を一撃で倒せるんだったらもうやばいね。99になっちゃうよ、楽にここで。だからとりあえずあのトルネコさん入れたいんで、マーニャをまずシネマの星まで上げたい。まあまだ100回以上ありますけどね。
まあ先長いんで、まあ30分ぐらいの動画なんだかどのぐらいの動画なのかわからないですけど、にはなるかわからないですけど、裏では相当やってますんで。やっぱり回復メインになっちゃうよな、主人公。そうなってくると。ベホマズン使えるのが主人公しかいないからね、HP 回復は間に合わなくなっちゃうんですよ。だからスクルト使えんのとか、まあクリフトだけど、スカラでもいいのか。しかもさ、あ、逃げちゃった。アリが速いからたまにあっちより先動くんですよね。ねえ、敵もね、魔法カンタ使ったけど誰も魔法を使ったかみたいなさ。もう確実でしょ。だから星フルで装備させれば、まあ、完璧なんだけど、今力のルビー装備して500超えてるからね。だからもうちょっとレベル上げて星フルで装備したら確実に先手取れんのかなっていうね。ミニアってなかなか上がんないんだね。トルネコさんはもう70いくつかまで上がってたよ。あの人すげえ上がるの早かったから、だからやっぱりマーヤとか交換なんかなと思うよね。はい、今ロザリーがレベル上がって37まで上がったんだけど、マジックバリア覚えたんですよね。待て、マジックバリア覚えた、シンシアも覚えたよね、確かね。ってことはブライ、バイキルトを使えるのブライだけか。だから天空の剣を持たせりゃいいってことだもんね、他に。ね、ブライが使えるのがさ、バイキルトと、まあ、ルカにも使えるけど、だからゼニス戦すげえ良かったんだよね。だから相性はあるけどね。他あげればなんとかなんのかな。ピサロがなかなかやっぱ上がんないね。まあ、今入れてないけど、クリフト入れて回復しながらやってるからね。ただ口笛使えないからすごい時間かかる、やっぱり。トルネコさん入れて口笛使ってね。まあ逃げるのを、まあ解禁すればメタルキング出るまでずっと逃げてればレベル99とかすぐなんだけど、熟練度上げたいからね、こんなんでも自分戦ってますんで。要はさ、まあ、やられはしないんだけど、ライアンがね、破壊に敵を持ってますんで、まあね、一掃してくれますね。で、最後終わったら満タンってやれば回復するんで、この戦闘はめんどくさいけど、自分逃げたくない派なんでね。ね、これ、そこそこ削ってくれれば、ライアンがね、最後から一掃してくれますんでね。まあ、6匹、これちっちゃいからね、6匹出てくるけどね。いや、いっぱい出てくる分だけ攻撃も食らうし、経験値も多いのかなとか思うじゃん。ね。だ1890っていうね。だからメタルキングの方が効率いいんだけど、あんなんはまあ逃げた方がいいんでしょうけど。でもまあ、あれから100回ぐらいは戦ってるから、おそらく。だらもう、あれもあと半分ぐらいあるのか。それ考えると億劫だけどね。3回ぐらい、牢獄の町の近くの井戸ね、回復できますんで、そこ行って回復してセーブはね。やってますけど。これ命大事にとかするとさ、すぐ MP なくなっちゃうからね。740しか持ってないけど、熟練度上がると思えばね、強くなってると思えばいいんで、やっぱり逃げない方が RPG は効率いいんかな。まあこういう熟練度あるゲームとかそう思うんだけど、まあ自分の勝手な見解ですけどね。だ熟練度上がることによりなんか覚えたりするじゃん、マジックバリアとかさ。まあもしかしたらベホマラーなんか新車覚えてくれるのかなっていうのは期待はあるよね。アリーナだけ異次元なんだよね。200いくつかとかさ。おかしいな。
そのベホマラーくれよね。クリットが400いってくれればね、アリーナの回心率やべえんだけど。おお、75、ね。ライアンも結構上がるからな。あ、でも結構限界来てんな。あ、やっぱアリーナがおかしすぎんだ、この人。守備力も高いしね、盾装備できないけど、380とかライアンとかさ、風神の盾とかメタル、違う、はぐれメタル装備してるのに335じゃん。まあ、種使ったってのもあるけど、アリーナ絶対使えるなってちょっと思ってたんでね。大僧侶。次、鳳凰だね。多分ね、わかんないけど。魔導士、大魔導士。まだブライは先ある。アメンラーとか知らないしね、こんなの。セージって何なの？ウィザードとかさ、アークウィザード、スペルエンペラーまで行けばいいんだよね、多分ね。リトルプリンセス。リトルの絵は普通のプリンセスなのかな。100回戦ってないからリトルプリンセスから上上がってなくね。まあいいや、上がるまでちょっとやるね。はい、主人公が天空の勇者になってるわけですよ。ね。で、ライアンがソードマスターになったんで、やっぱギガスラ覚えた、いつの間にか。ちょっと待って、ボタン連打してた。横、DVD 見ながら。ごめんなさい。あ、やっぱり、マックスでギガスラ覚えんだ。あー、でもライアンか。あれ多分、爆裂剣とか聖剣好き覚えんのかな。結構やったんだな、あれからじゃあ。67回あんのか。やっぱりムラーンだね。イラスラこんな感じ。まあ別に使わなくてもいいかなって感じですけど、ライアンとかも外してもいいんだけどな。でも戦う時ちょっといた方がいい。 HP 高いからね、すげえ盾役になるんですよ、戦士は。あ、やっぱ大防御は貫通しないんだね。この大防御がちょっと何気にめんどくさいんで、まあ、メタルキング倒したからいいけどさ、クリフトの攻撃よりいかないからね。お、ピサロ上がった。44。マーニャもなんかだんだん成長してきたけどな。シネマの星になったらトレネコさんに変えて、口笛にして、どこまで上げる？クリフトが今さ、352か。400まで上がんないかな。やっぱシンシアとかの方がいいのかな。200、ね、MP 何これ。最大 HP269 なんかすぐ落とされるからダメだね、ロザリー。ここもまだ使えないですよ。やっぱピサロか。ピサロだな。バイキルト使えるキャラと、あとベホマ使えるよな、ピサロ。あれ使えなかったっけ。あ、この人使えないの、ベホマ。誰覚えたんだっけ。シンシアとロザリーは覚えたんだ。やっぱクリフトいいね、ダメか。あー、ライアン。アリーナとライアンは絶対いる。だから主人公の代わり、あ、待って、主人公一番後ろ、ダメか。ダメか。どうしたら20ターン切れるかな。やっぱ入れ替え戦法かな。入れ替えながら使って、でも凍てつかと使われたらね、めんどくさいからね。ロザリーはプリンセスのルビープリンセスになったで、ルビーだって。まあ、別になんか覚えたってわけじゃないけど。41でアストロン。あ？ちょっと待って。ノストラダムスになったって？何？ちょっと待って、なんだそれ。あー、予言者ね。凍てつく波動覚えたよ。待って。不気味な光いて、使えるっちゃ使えるよな。フバーハ使えるのここしかいないんだもん。フバーハ凍てつく波動は美味しいよね。たださ、ミネアがさ、HP が268しかないから、種、500あれば、まあ、スタメンじゃないけど、
え、ちょっと待って、マーニャ、まだか。ここシネマの星になったらちょっとトルネコさんに変えて、もうちょっと早くなるよ、レベル上げが。なんだそれ。あ、やべ、回復しないと。はい、マーニャがシネマの星になりました。やっぱそうだよね。まあ、スーパースターはそうだよね。シネマの星だったらこうかっこよさが上がるんで、でも60、え ?93 しかないけど、ね。まあ、装備したらもっといくですよ、これは。で、モンスター限定の、そうだよな。絶対モンスターどっかいなかったら、だってあれ勝てないもん。なんだっけ、ベストドレッサーのモンスター部門あるのに、モンスターが仲間にいないから出せないな。だから、入るとすればドランとかさ、どっかにいんのかな?だよな。どう考えてもそうだもん。モンストルにいねえだろうな。一回行ったことあるとこ行けば、もしかしたら会えるかもしれないよね。こんなとこいるわけないもんな。ねえ、いないもんね。さて、とりあえずシネマの星になったんで、まあそれ以上はないはずなんですよ。まあ今回ね、まあメインここまでで、あとトルネコさん99まで上がったら変えていいかな。あ、ダメか。口笛覚えのトルネコさんしかいないんだ。あとホフマンか。そうか、ホフマン。あんた方ホフマンがいるね。どうすっかね。あれも口笛覚えるよな。商人が2種類あんだよね。勇者最強なんで、アルテマソードってないんだな。最強なんだ。こんなやってられっかって、本当に10くらい上がるもん。このやまびこの帽子はロザリー君にあげよう。シルバートレイム下がんだ。あ、メタル、あ、そりゃそうだ。まあ、マーニャも強いんだけどさ、もう今ちょっと役立たないから。ちょっと待って、マーニャ何覚えてんだ。ところでまじまじと見てねえけど、あ、ルカには使えんのね。うーん、踊り封じ、踊り封じとか、なんか踊りとかやってくるのいたらそれにした方がいいのかな。レンジャー、青レンジャー、口笛やるからね。これでトルネコさんが一番下に表示されるんで、まあ口笛使いたい放題ということですね。うん、アリーナが武闘家の格闘になった。力ためを覚えた?力ためを覚えただって?からためクリフトが持つとね、多分ね、頬になるんで、ね、なんで会心なんだ。じゃあ会、まあ会心は嬉しいんだけどさ、力ための威力とか見たいじゃん。力2回ためれんだっけな。まあ、ね、使いたい時さ、こうやってこういうことやってくるからね。測ったかのようにさ。でももう多分あともう何回かでクリフトも上がるから。
あ、今回そこまでだね。あ、ミネアがマックスになったんで、いや、これはちょっとまずいでしょ。ミネアがマックスになったんで、とりあえずルーシアと変えた。ヤミレンジャーとかさ、そんなになってるからね。2回貯めれなかった。気合貯めと力貯めかな。何今の563って。2回、1回でもやっぱ2回貯まるよね。まだまだ上がるかだよね。2と6もう確定だもん。この人おかしいよ。多分これで300ぐらいいくんじゃないの。会心はもうなんか固定みたいなね感じですけどね。おかしい、おかしい、おかしい。621回であんなに行く。何あの人。何625って、ちょっとおかしいんじゃない？ねえ、やばいっすよね。お、クリフトが、あ、僧侶の方になりましたね。グランドクロスか。まあ、最後ね、ザオリクとかじゃなかったっけ？多分マックスだね、これね。まあ、入れ替えてもいいけど、ねえ、他の上げてないキャラ入れてもいいけど、これ見て終わろうか、じゃあ。そうか、クーリフトこんなん使えんのか。まあこれね、パラディンだよね。アリーナの攻撃力がだんだん上がっていくんだけど、やばいっす。はい、ということで、まあここら辺も今上げてんだけど、魔導士これなかなか上がんないね。カヤキスってなんだ、すげえな。いつまでになってたんだろう。大旦那、大富豪とかか。次で終わりか、トルネコさんもね。はい。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターをなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。